皆さんこんにちは、ケンです。はい、今日はゲームのご紹介になるんですけど、今私たち夫婦がハマってるゲームがありまして、それがスマホのゲームなんですけども、ドラクエウォークというゲームになります。こちらのゲームが、自転車と相性がいいゲームということで、ちょっとご紹介したいと思います。こちらのゲームの流れを言いますと、現実世界の地図、どうもドラクエウォークは Google マップとコラボしているようなんですけど、でその現実世界をプレイヤーが歩くと、ゲーム内のキャラクターも移動するというゲームになります。ポケモン GO と似たようなところはあります。ドラクエウォークの流れなんですけども、まず自分で目的地を設定します。例えばどこかの道の駅、どこかのコンビニに設定して、そこまでプレイヤーが歩くと、でそこには、モンスターがいたり、もしくは、人と話すことで達成するイベントがあったり、それを何回かこなしてストーリーやイベントを進めていくっていうようなゲームになります。このゲームで重要なことをちょっとお話しすると、プレイヤーのレベル、ストーリーを進めるために導きのかけらっていうアイテムを集めなければいけません。でこの導きのかけらっていうのは、目的地を遠くへ設定すればするほど多く入ってきます。例えば 500m 先だと10、導きのかけらが10しかもらえないとして、それを例えば 10km 先にすると200もらえたりっていう風に、距離が遠ければ遠いほどその導きのかけらがもらえると。でこのウォークモードっていうのがあるんですけども、このウォークモードっていうのは何かっていうと、画面を触らなくても一定速度で歩いていたり走っていたりすれば、自動的にモンスターと戦ってくれたり、自動的にアイテムを取ってくれるっていうすごい便利な機能があって、この機能を使えば、この機能があれば、例えばこのスマホを、ポケットに入れたりしまっときながら、自転車で走ると、もしくは歩くことによって自動的にレベルアップしてくれるとっていう便利なモードがあります。で自転車の速度は、あまりに、30キロ以上とか走っちゃうと反応しない時もあるんですけど、30キロ以下であれば、ある程度勝手にモンスターと戦ってくれたり、壺というかアイテムを取ってくれたりってすごい便利で、めちゃくちゃいいです。でそれがそのウォークモードっていうものなんですけど、このウォークモードがあるからこそ、自転車乗りにおすすめしたいゲームではあるかなと